海南号12番海倉庫です。今までにゃんこクラブを愛し続けてきてくださって本当にどうもありがとうございました。おにゃんこクラブがなくなっても、その子はまだずっと今のまま歌手としてまたコンサートを中心にやっていくつもりなので、ぜひよろしくお願いします。